さあるチームへのコミットメント欠如してるらしいです。コミットメント欠如顔ではあるけどね。実際にどうかわかんない。トロサールのチェルシー移籍の可能性が出てきてんだ。トロサールなんか、ねえ、チェルシーの運動学、ククレジャと左サイドも、左サイドブライトにしようとしてんの、ポッターは。三笘トロサールベンチもやった形なの。ファーガソンじゃないですかね。トロサールは最近左ウィングでは使われてないでしょ。ただあれなんですよね。トロサールは左ウィングに流れてそこから仕掛けたい癖があるから、三笘とプレーエリアが被るっていうのがあって、エストゥピニャンも左サイドバック高い人いたでしょ。だあの3人使うとプレーエリア全員被るっていう。スパーズにトロサールはさね、でもソン・フンミンと被りますよね。っていうか、リシャルリソンと被るしね。リシャルリソンうまくいかなかったのかな。今怪我だっけ、リシャルリソンって。ブラジル人とうまくいかないからリシャルリソン大丈夫かなみたいなコンテンツがありましたけどね。コンテンツっていうか、コンテンツね。ブライトンが補強すべきポジションはどこですか？また具体的に誰ですか？ブライトンに関してはね、補強っていうより、誰も取られないってことが大事ですよね。今のブライトンに関してはデセルビがいいサッカーしてさ、すごい一人一人が生き生きしてるじゃないですか。このチームそのまんま強くなってくんないかなみたいな。次のレスターみたいになってくんないかな。まあレスター今良くないんだけど。ビッグセブンになってくんないかな、ブライトンがって思うよね。取られないことが大事で、どっかつかないかね、でかいスポンサーとか。強いて言うのは、コルウィルが買い取りオプションなしだから、やっぱりね、ウェブスターがコルウェルになるだけで全然違うじゃないですか。でコルウィル、ほんとすごいよね、左利きでさ、ちゃんと準備もできるし、整体も入れられるし、ほんとグバルディオル的な役割なんですよね。スペクターが左利きのセンターバックっていう。コルウィルが出てった後にあそこに置けるようなセンターバックの選手いるのかっていう話ですよね。